久保さん、久保さん。今回は、えー、っと、ただ、ただで買える宝くじにしましょう。ただで買える宝くじ。はい。うん。まあ、これあの、R25、R25、新 R25 で広ロさん、広ロです、みたいなね。あのー、その人がインタビュー受けてて、とりあえずや,やれ、と。<laughs> で、あと、 あの、見られてないんだ、その失敗とかそう、なんか見られてないんだから、見られてないんだから、失敗してんだろうと。だからその、どうせやっても見られてないんだから、やれと。で、見られてから、なんかそう言えばいいじゃんみたいな、なんかね。そう。あ、これね、YouTube のあるあるですよね。みんな再生数ゼロなのに動画の内容気にするみたいな。<laughs> そもそも見られてないのに何内容気にしてんのみたいなね。で、やらないみたいな。 ま、あそんな感じで、あの、ただで買えるんだ YouTube。<laughs> いくらでもやった方がいいんじゃないかなと思いますね。で、ここから余談なんですけど、あの、山口さんね、山口陸あれ全部ね、僕やらしてましたね。もうほぼ100%ですね。100%僕が全部企画して、全部やり、や、やれっていうかね、やりましょうと。山口さん行きましょうと。<laughs> だからもうすべて僕が決めてましたね。<laughs> そう。 だからまあ結局その山口さんがやってたわけじゃなくて僕が、僕がやってたみたい。僕の代理人ですよね <laughs>。そう。だから結局僕がやってたんでしょうね。うん。だ山口さんのプロデュースに関してはもう100%僕なんで。あれは僕が、そう山口さんがメールね、その当時、その起業して、独立してなんか、ね、メールをね、100件とか200件こう、 企業さんに送ってて、でたまたまその一社の中に僕の会社が入ってて、で、なんか面白いなと思って、その DM のメールを見つけてね、そう、なんかインフォトップとかインフォカートに登録されてるメールアドレス、Excel に全部まとめて、全部テンプレ送ってたらしいですからね、営業。たまたまチェックしてて、なんかこう面白いなと思って、とりあえず話聞いてみようかなって話聞いて、営業されて、営業返しするっていうね、<laughs> 営業されて営業返しをしてそこからスタートしましたからね。 あれは面白い、なんか、運命なんですかね。運命というか、奇跡というか、うなん、やろうな。たまたまというか。うん。だからもう全部僕の息がかかってた。うん。だ一番最初ね、そう、一番最初からもう初っぱなから100万あげましょう。初っぱなから売り上げ100万以上上げたと思いますよ。だ最初、その、なんだ、声をかけてね、やりましょうつって、じゃあセミナーやりましょうつってね。 で、セミナーやって、セミナーのバックエンドで20万か30万の合宿を売るみたいな。で、まあセミナーがね、1万4800円ぐらいでやったんですよ。で、それ多分30人ぐらいでしょ ?1 万4800円の30人でしょ ?1 万4800円で30か40来たと思うんですよ。1万4800、じゃあ、かける30にしときましょうか。 44万ですね。これでバックエンドが20万の合宿だったような気がするんですよね。これが5、6人売れたと思うんですよね。セミナー中に。なんか100万、まあ、150万くらいは出たと思います。で、山口さんがびっくりしましたね。<laughs> 一発セミナーやって、そのセミナーでセールスして150万くらい作って、すごいっす、みたいな。<laughs> 人生初っすよね、そういうのやるの。全部プロデュースしてやりましたけど、あとセミナーのそのバックエンドね、売るやり方だったりとか、 セミナーの冒頭だったりとか、たら一番最初のセミナーやるときはね、4時間ぐらい事務所に来てもらって、やり直し、やり直しってね、ずーっとね、プレ、あの、なんだ、その、僕がこう、こうやってね、<laughs> やり直しって <laughs>。で、僕は見本見せて、で、やってもらって <laughs>。やってましたね、懐かしいっすね。そう。全部僕ですね。う だから何なんだろうな。まあ当時から僕だったんでしょうね。うん。ただ僕はまあ表に出ないので、当時は裏方だったんで、まあ、プロデュースっていう形だったんですから。だからね、今は自分をただ、昔やってたことが自分になったっていうただそれだけですかね。もしかしたら。うん。でも本当にあれがなかったら久保さんとの出会いないですからね。なんか不思議ですね。 うん、ただたった1つのメールっすよ。たった1つのメール。<laughs> しかもあの、スパムメールっすね。100件200件以上にこのひな形テンプレート送ってたたった1つのメールからですから。まあ、何があるかわかんないっすね。たった1つのメールからここまで広がるかと。あれから何年やねんっていうね。<laughs> 8年9年ですかね。8年か。8年後こんなやってるとは思わないっすよね。<laughs> はい、ということで。 タダで買える宝くじ。行ってらっしゃい。